ここ揃えてほしいんだよね。でね、この揃えるときに、この最初のこの線のこの長さって結構大切だと思うの。これをしっかりとぐっと伸ばしておかないと、こっちを伸ばしちゃおうとしてしまうので、これが短いとね、こっちがこうなんか、右に行ってしまって、ここが揃わない原因にもなるんだよね。なので最初のこのね、線、ちょっと長めに書いてみて。それから、ここのところはしっかりグッと入れて、縦気味に持っていってからグーッと横にスライドしていくといいよ。で、まあ、収縮をしっかりと。で、点は、大、中、小ぐらいで、斜めに並べることで、右上がりの展開を強調することができるよね。はい、それから、葉っぱの葉だね。葉という字。これね、はい、ここ、ここ、こことか、こう、補助線をこう、引いていくと、結構ね、この空間、この空間、空いてるんだよね。ここはちょっと狭いけれど。なので、しっかりとここも開けて、ここは伸ばして、それぞれのこの空間、ちょっと意識して広げてみるといいよね。でね、この線はね、中心に来るの。まあ、こう書いて、これ横書くでしょ？そしたらここはね、中心に書いて、それから左、あ、右だ、右の線、左の線って書くと書きやすいよ。世界の世っていう字がそうだから、まあこれ、まあその同じような形だよね。真ん中に持っていく。で、展開する。でね、この部分がね、直線的ではなくて、ぐるぐるっとこう曲線、こうして、むにゅむにゅっとこう、無限大みたいな感じで、曲線で書いてる方がいらしたんだけど、これね、結構こう直線的に止めるっていう風に書く方が、形よく書けると思うよ。はい、それから秋。秋という字は、この点の位置、ポイントになります。まあ、ちょっとその前に、この斜めね、よく言うけれども、斜めに書きすぎないでください。この斜めは、斜めに書きすぎてしまうと、ここが空きすぎちゃうね。こうなるからね。なので、横っぽい斜め。で、ここはまあ揃えるけれども、ここは遠くの位置、ぐっと左側に持っていって、まあここも書くでしょ？で、この点の位置は、ちょっと線がぐちゃぐちゃになっちゃったので、こう書きました。ね。ここの位置の、こことここの間にこう持ってくる。で、この斜めの右上がりをそのまま感じさせるように書いて、で、ここまでをまっすぐ書いて、こっからカーブに入っていく。とうまく書けるんだ。なので、点の位置、それ、気をつけてもらうといい。で、これはぐーっと右側に引くことでバランスよく書けるよ。で、のはこれ中心になります。で、あまりこれを長く伸ばさない。伸ばさないけれども、これをここよりも下で払うようにして、全体の高さを表現します。これね、強弱が大切なの。慣れてくると、ボールペンでも、例えば、こうやるでしょ。力入れます。はい、抜きました。力入れて、
抜いて、力入れて、抜いて、こんな風に線の太さを表現することができるんだよね。指先を上手に使って線の太さ表現してもらうといいかな。それからこれ、夕日の夕という字ね。この線、ちょっと曲線っぽく書くんだけれども、全体を曲線に書くんではなくて、この辺りでちょっと曲線をオーバーに表現する。これでいいかな。ちょっと面白いペンをね。ちょっと色が違う。こうでしょ。で、直線っぽく進んで最後にちょっと曲線を入れてあげると、なんとなくさ、全体が曲線のように見えない？この辺までちょっとここ隠しちゃうとさ、こう、直線に見えるでしょ？この部分ね。でも、ほいほい、こうすると、なんとなくここに曲線入れるだけで、全体が曲線のように滑らかに見えてくるんだけど、私は。なので、全体を曲線に書かないで、直線プラス曲線でいいと思うよ。まあ、そんな感じ。で、ひは、ここ空間開けて書いてもらうといいよね。別にひっつけてもいいんだけれどもね。で、ここも、楷書だと、ここでギュッと入れて、結構ほら、楷書っぽいさ。なんか揺れるね、よく。こう、斜めをこう表現するんだけれども、曲線、行書の場合は、ほんのちょっと。ちょっと方向転換するぐらい。わかるかな？これが楷書の折れ。これが行書の折れ。ちょっと柔らかく書く。ボールペンでも書けるよ。2もそうだよね。どこがそうだって。この辺はね、直線っぽく書いていっていいと思うの。この辺ね。で、ここのところにちょっと曲線を多めに書いてあげる。と、より滑らかに見えてくるよ。で、これもちょっと観察すると、最初優しく入って、優しく入って、ぐっと力入れて、その力のバネを次へ続く。原動力にして、優しく紙の上に置いていくと、続いているように書ける。ちょっと連続で書いてみる？こっちに書こうか。表現できたかな？これなんかキラキラするボールペンみたいなんだけど、高校生に結構人気。ここはね、上の空間を少し開けて、疎密を作ってあげる。で、ここの直線というかね、線をここに連動させて、形を整えていく。で、スッと力抜いて、こっちは立ち気味。それに、こっちを斜めきつめに書いて、口という字を作っていく。ここはリズムを大切に、トン、力入れます。抜いてからまた入れる。で、力を入れる。リズムで言うと、トン、スー、トン、スー、払うって感じかな。それから、るという字。るという字は小さく書きます。ここのところまで来たら、ここに向かって少し上に進めて小さく結ぶ。小さく結ぶのは、ここの降りるところ、最後のこの落とす位置。これが大切。まあそこでもわかると思うけど、例えばここに来ました。落とす位置。次の位置をここに持ってくると大きくなっちゃうでしょ？あ、ここの位置ね。これ気をつけてください。それから山。山という字は、ここ空間空いてるよね。見本のお手本もね。ここ開けることで、
ちょっと風通しのいい字になるかな。でも、開けすぎにご注意ください。まっすぐ行って、ツン。ここまで来ました。まあ、ひっついてもいいんだよ、別に。ここ開けるように持ってきて、ここをちょっとこう、ジャンプするようにして。で、受けて、持っていって、最後ちょっと次へ進めてもいいよね。だから、ここは確かに線は存在、見えない。線は書かれてないけれどもか。書かれてないけれども、つながってるように見える。そんな書き方をすると、かっこよく決まります。糸編ね。紅の、これに、2個目違う糸編が出てるよね。これもやっぱりここ、やっぱり長く。ツン、ツンと。こっから力を入れて次へ持っていく。で、ここに補助線を入れると、だいたい同じぐらいっていうところかな。で、ここちょっとクッと入れてから持っていくことで、なんだろうな。力強さが増すっていうかね。感じになるよ。気をつけて、ここ表現するといいよね。結構長く入れすぎちゃうとこれ逆効果になるんだよね。こう書くでしょ。ちょっとぼやけるかな。こう書くでしょ。で、ツン。それからこう。なので、起筆を作るような感じでトーンをするぐらいでいいよ。長く書きすぎちゃうとちょっと変になっちゃうかな。で、葉っぱの葉。これさっきと違う形だよね。行書の形、草書の形。まあ行書なんだけど、いろんな形があるので、何パターンか書けるようにしておくと、同じ文章の中で同じ文字がこういうふうに出てきた場合に、違う書き方をするっていうのはよくあるんだよね。画面が単調にならないっていうのもあるし、私こんな字も知ってるのよ。すごいでしょ？おほほほっていう感じがあっていいんじゃないかな。これもまあ同じで、ここのね、この空間しっかり開けながら、で、ここに展開を持ってくると。これはそうか。書き方はね、1、2、3、4書いて、こっちから、トントントン、締める。ただし、ここ一緒ね、さっきと。真ん中にこの線が来ると、形よく決まる。で、行書なので、こっち長く、こっち短くセットして、こっち長くいった分、最後の右へのこの最後の点をぐーっと伸ばす。また、だんだんと力を入れることで重さを加えて、バランスをとっていくっていうことをします。それから、はい、濃いか。濃いという字ね。この三髄の場合、ここ少し右に持っていってあげると広がりができるし、どっしり書ける。から四角いところは、左側の方を立ち気味に入って、右側をちょっと斜めきつくしてあげる。で、行書の場合、私はちょっとふっくら書くのが好き。ふっくら書くポイントとしては、さっきから言ってるかな。全体に回すんではなくて、丸くするんではなくて、最初は直線で、最後にちょっとだけ曲線を入れてあげると、ちょうどいい曲線になる。と、私は思うので、よくそれを使う。で、ここは、同じところを通るようにすると、この中がちょっと明るく表現でき、広く表現できるので、ちょっと同じところを通って、斜めに進めるようにする。で、トントンで、このね、この線ね、この線。この線はよく言うけど、カタカナのレのようにして、長めに、広めに書く。で、この線をしっかりとぐっと伸ばして、バランスをとってください。じゃんじゃん。い。
いいね。E は横幅広い、線、形で、単調にならないためには、線に膨らみを持たせる。ここまで大きくすると、ちょっと膨らみがあるの分かるよね。優しく最初入れて、で、ぐっと力を入れて、ちょっと抜きながら、次へ持っていく。優しく入れて、ぐっと力を入れて、すっと持っていく。これで書いたんだっけ？これで書いたんだよね。ジュースアップかな？今回、これで書きました。あ、これ0.4だな。0.5があったと思うんだけどな。だからちょっとうまく書けない。そうそう。これ0.5。ジュースアップってやつね。ちょっと今0.4にして書き味悪いなと思った。0.5で書いてみるね。同じか？こっちの方がちょっと滑らかに書けた。わかる？ちょっとこう、最初優しくして膨らみのある線で書いてみたんだけれども。そうすると単調にならないから、ちょっと書いてみるといいかな。で、もうという字。見本のもうはね、もうちょっとね、そこ、とんがってるんだよね、そこのところが。違うかな？みんな持ってたらちょっと見てみて。そう、ここのところがね。私、これでも結構ここのとことんがってるかなと思うんだけど、もっとこことんがってんだよね。まあ、お好きならとんがらしてもらっていいですよ。まあ、もうちょっと丸みを持ってもいいよね。ただ、落とさないでもらいたいところは、ここはこう線を引きます。ここと、ここは直線上に来るんだよね。で、直線から考えて、左側はちょっとだけ膨らむ。右側のこの部分は大きくなる。広くなる。それで最後がちょっとこう左側に、次の第2画目に向かうようにするとかっこいいんだよね。そこは変わらないと思うんだよ。それはもううまく書くためのポイントなので、今言ったところはそのまま置いといて、ここをちょっと柔らかく、もうちょっと丸くするっていうのは、その人の作者の方の思い、センス、書きたいように書いてもらうといいかなと思うよ。で、こういう、ここもね、さっきの意じゃないけれども、単調にならないようにするためには、線に膨らみを持たせると、短くて、そうか、短い線でも、しっかりとした表現ができるよ。はい。じゃあ次、薄いと。これも、やっぱりここのところのね、空間っていうのはとても大切なので、開ける。なので、この線をぐっと下に持っていくっていうよりも、これね、横に飛ばすようなイメージで持ってくる方がいいんじゃないかなと思う。ぐっと横に飛ばして、その勢いを受ける。で、スッと持ってきて、ここを横に持っていく。で、あまり草冠は長くしない。まあ、冠だからさ、頭の上にちょんと乗るという形がいいよね。そう。まあ、麦わら帽子にならないように。そう。草冠だから。草麦わら帽子にならないように。ちょっと短めで、私はいいと思うよ。で、ツンツンとして、やっぱりこれはちょっと左側。で、横書いて、先にこれ点ね。で、こう持ってくるといいよね。で、上にある部分よりも、この横の線が長くなる。で、中心から考えて、ちょっと右ずれて、ここもそうなんだけど、柔らかく行書を書きたい場合、ここ直線で持ってきて、最後にちょっとこう左側に踏み込むような、入れ込むような感じで、ちょっと進めてから跳ねると、まっすぐなんだけれども、柔らかい曲線のような表現ができると思うよ。それで、こっから勢いをつなげて、小さいけれども、丸みを持たせる線。もうさっきから何回も言ってる。
それを表現すると、行書っていうものがより柔らかくなる。はい、いい、できました。はい、もうはさっきと違うよね。ももいろんな形がある。でも、こことここと線つないだ時のこの幅の違い、それからこっちに最後持ってくるっていうようなところは同じで、最後のトンとしたこの線を次へキュッと持っていくと、違うもが書けるよね。それから数という字。数という字を書く場合に、ちょっと待てよ。ここまで大きくすると、ああ、これちょっといい見本じゃないな。どこがいい見本じゃないかって言ったら、ここの長さの違いがね、書けてないな。これはね、アウト。いけませんね。まあ、これでも綺麗に見えるんだけど、どう書きたいかって言ったら、どっかうろうろしてんな。これね、チョン、こう書くでしょ？ちょっとこの違いがわかるよ。こう書くじゃない？で、横書きました。こっから上の部分は長くていいの、ここ。でも下は女が来るから、ちょっと短めに書いてあげる。ここ長く、ここ短く。それで、それに合わせて、この線を配置して、それから、女というのの字を持ってくると、ここが閉まるんだよね。まあ、これでも、なんか、綺麗に書けてるように見えるんだけど、見本そうなってるよね。そう、皆さんだから、こういう風にならないように、これ長く、ここ短く書いてもらうと。それでね、さっきね、作品持ってらした方があって、この女っていう字の書き方がね、こっちも反って、ここも反って、ここも曲線。こういう字形を取られてたの。みんな曲線なんだよね。そうすると、なんとなくさ、ぬらっとしてるじゃん。これさ、最初のここのところは、直線斜め。ね。で、ここで、こう、横に進むようにして、曲線を書く。で、この斜めの線に、平行のように、これ、なんか動くな。まっす。これを取った方がいいの？その方が動かないかな？ごめんね。この方がいいか。で、これね、あ、同じか。ごめんごめん。ここまっすぐで、ここ曲線でしょ？これに合わせて、ここまっすぐ持ってきて、ここで曲線を持ってきて、次はここは直線と。何が言いたいかというと、みんな曲線、曲線、曲線にすると、せっかくここを反るように書いた曲線が目立たない。やっぱり直線をここ2つ配置することで、この曲線、また、ここの最後の直を曲線にするこの部分が目立つようになるから、決まるんだよね。だからみんな曲線にしない方がいいよ。っていうところ。それで、まあ、こっからこう、跳ねるようになるね。それから、そうそう。ここは、斜め続けるんだけど、この出るところね。これが、こっちになりすぎないように。赤でかーこう。そう。なんかね、これがね、こうなる人が多いからね。これは、だいたい真ん中あたりにトンと置くこと。それから、まっすぐから、曲線に入っていって、ここのつながりを大切に次へ持っていく。そうそう。だから数という字はね、難しいと思うよ。線も混み合っているし、で、合わせ方、今の長短もあるしね。
ここもね、言わなかったよ。こっち長く、こっち短くも、もう当たり前だよね。辺と作りだからさ。ね。そういうところも見てもらいたい。これ、うまく書けない人いらっしゃる、多いと思うよ。だから、一個だけを練習されるといいかな。から、あです。あは、ここのとこ美味しいね。力入れて、から、スッと持っていく。で、直線的なんだけど、まあ、ちょっと丸くして。で、こことここは揃えるように、斜め。この縦の線というか、第2画目に、ガーッとこう、切るような形で、斜め持っていって、上、ここでトン休めて、で、ぐーっと持ってくるといいよね。から、ルは小さく、さっきと一緒だね。から、中という字。中という字は、少しここのところ、斜めにしないで少し上に上げて持っていく。それから横に持っていって。で、こういうね、長い線を描くときに、指先を使う方法と、ちょっとだけこう手首を固定したような感じで、で、スーッとここのとこ、ちょっと遠くにね、遠くにこう、ここで終わらないで、トン。スーッとこう、遠くまでペンを動かすことで、直線が曲がらない書き方ができるかもしれない。結構ね、曲がるんだよね。ちょっといろんな書き方試してみたらいいんじゃないかな。で、2という字も。やっぱりちょっと曲線にこう書いてるんだけど、最後のこの部分を曲線、ちょっとこう深めに。そこのところだけちょっと曲線を意識して丸く書くとより滑らかに見えるかな。はいはい、それから、松か。松だね。松も、はい、長く短く、ここの場所気をつけてね。それで、ここのところは斜め。この横の線を、横の線の斜め感に合わせて点を書き始める。ここちょっと力入れてく。で、力抜いて力入れる。で、ちょっと上に上げていくと。で、ここに補助線を入れた場合、ここが開くようにするという形かな。それから、おという字は、基本の形。いつも言う、こことここを線引いたら、ここはちょっと長いですよ。それから、ここのところ、こことここは、だいたい同じ場所。それから、こことここを線引いたら、ここの終わりとここね。結構、同じ高さ。そういうところの、形というか、ポイントは落とさないように、音筆チク、リズムよく音筆していくと、音が書きやすくなるよと。あ、いいわ。これ、ちょっとこう、ん？こういう意だったの？こういう意だったんだね。ここのところね、優しく入れて、で、ぐっと力入れて、最後にスーッと次へ持っていく。ね。こういうところがさ、うまく表現できると、見えない続く線っていうのがさ、表現できて、より行書の作品としてはグレードが上がるんじゃないかな。ここだけ練習してもいいね。で、こういう、こう、続く線っていうものを表現するときの、次のロのこのしっかりとした直線っていうのは、またそれを引き立てる線になるので、この辺はしっかりと直線で書いてあげるといいよね。はいはい。で、ドという字。ドという字はこれ斜めに切り込んできたら、上に上げて、ここで一旦止めます。でも、丁寧に丸く音筆しながら、この空間を作っていく。
で、横に持っていく。でも決してここの空間を壊さないように、ちょっと膨らみを持たせながら次へ持っていくと柔らかく描けるかな。この点々さ、ここまで大きくすると、これなんか外に出てるよね。これは意味ございません。これ、並べた方がいいけれども。これね、こっちで目で見るだけでは並んでるように見えるんだけど、ここまで大きくしてしまうと、ちょっと二つの線の並びが崩れてるなって感じがするね。はい。で、ルも、このルを書くとき、この場所と、この場所の位置。直線上ではなくて、最初のこの A というところにしたとしたら、A よりも B は、ちょっとだけ右側に来ている。ここ置きました。ちょっと上に上げながら、それから下ろしてきたときに、ここ A よりも右側に置いて、それで進めていって、今度斜めにした中に入れるようにして、で結んでいくと。そうするとね、こういうルは書きやすい。この位置とこの位置が、A と B の位置をよく見て、B が右側になるっていうのが一個のポイント。これちょっとさっき下ろしたから、すごい大きくなったんだね。ちょっと揺れちゃったね。はい、これぐらいでいこうかな。で、楓という字。まあ、木偏だからね、こっちよりもここは短くだよね。それで、ここ結構空いてる。ここはまあ、開け方はお好きなように、開きすぎちゃうと楓に見えないと。で、参考手本の風って、この先生の特徴だよね。なんかこう台形みたいだなーって思うんだよね。私は普通っていうか、風構えとして、ここクッとこう入って、沿っていく形にしました。どちらでもいいよ。その場合、ここ少し参考手本よりも長いと思うんだよね。まあ、普通の学生さんが書く形の風構えに、ちょっと柔らかさを付け足した感じかな。なので、ここぐーっと反って、で、上に持って上がる。ここがしっかり反らないと、羽が右に行ってしまうんだよね。こう立ってしまうとね。なので、ここしっかりとこう反って。そうすると、ここが上に行くと。それで、ここはつなげるんだけれども、中の空間が潰れないように、丁寧に斜め、ちょっと上げて横、で、下に進めながら、真ん中まで来たら、上に持って上がる。で、まっすぐ持ってって、横で次へ展開していくと。中に結構、混み合ったものを書くので、白いところを潰さないように、上手に運筆していくといいよね。はい。それから、やという字は、ここから、ここ、トントンと柔らかい線、続ける線っていうものを表現しやすいので、ここまで来たら勢いを飛ばして、ぐっと力入れて、また飛ばして、トンとして持っていくと。行書の続ける線っていうものを表現する美味しい場所だよね。でね、ここのまあ大人の方などはこの線が斜めになりすぎないんだけれども、やーを書くとき、まあ例えばこれが中心とする。そうすると、この縦の線の最後が中心よりも右に出ないようにして、
中心で終わるようにしてあげるとちょうどいい斜めになるから、結構斜めになりすぎちゃう人がいるからね、気をつけてね。それから下か、これも草冠、ちょっとここのところがさ、ちゃんと広がるように、ここ線引いたらこれとこれが平行になるような形で展開していくといいよね。で、参考手本は結構この長さよりもこっちが長くなってるんだけど、まあ私はこっち長くしてちょっと書いたかな。微妙かな。で、この点々の部分が横に一つの線として表現するんだけど、場所は上の方に書く。ここを狭くして、こっちを広くしてあげるといいよね。で、もちろんここもね、開けてあげるといいよ。ここが狭くなると窮屈な感じになるからね。この線の長さ、気をつけて。まあ、ここの縦の線をちょっとポイントにしたら、ちょうど真ん中になるかなっていう感じでいいかな。で、わーという字。行書にこう続けるように見せるんなら、この続く線というかね、はちょっと長めに表現してもいいかな。先生のは、参考手本はあまり長くはないね。私長く書いちゃった。まあ、皆さんにここは任せます。で、こう持ってきた場合に、こうぐっとこう、勢いがつくか、こっち長く、こっち短くていいと思う。で、ここまでまっすぐして、ちょっと斜めに、右斜め、左斜め下にこう進めながら、で、次へ展開していくと、形よくできると思うよ。なので、この部分、ちょっとこう、短くてもいいけれども、必ずこの斜めに、左斜め下の部分を作ると形よくいくかな。で、次行こうか。で、次は、あ、山か。同じだね。さっき説明したここの空間気をつけて、つながるように。のも一緒だね。の一番高いところっていうのをここにしないで、この真ん中にしないで、このところよりも右側、このあたりを一番高いところに持ってきて、そこから膨らみを持たせながら下に引いていくといいよね。この膨らみがね、とても難しそうな方がある。ここをトップにしてしまったり、それからこの部分、一番高い部分がちょっと右に行き過ぎちゃったりすると、この膨らみがうまくきれいにいかないので、一番高いところっていう場所を見極めることも必要だよね。で、今度「負」だね。「負」は中心の線の上に点をまず置いて、次もそういうところの真ん中のところの線のあたりで2画目が始まって、ちょっとこう膨らみを持たせながら次へ勢いを飛ばすように、点、ここに置いたところよりも線を左に進めて勢いを飛ばしてキャッチする。その時に、この勢いを飛ばす線をちょっと直線っぽく、飛ばして、で、こっちがぐっと右に曲線っぽくする。なので、ちょっとだけだよ。ちょっとオーバーに見ると、これが「つ」みたいな形。なんだか書きづらいね。水色でいくか。こう、
つのような、ようなイメージで、トン。直線なんだけどね。それを思わせるよ。これね、ここにもつが隠れてて。これ。ここ。ね。ダブルツ。でもそれはまあちょっとオーバーな表現だよ。真ん中行きました。ちょっとツをイメージして、トン。ツをイメージして、トン。持っていくと、わかりやすいかな。学生さんみたいな、こう、曲線っぽいツじゃないね。直線っぽいツだよね。もは、さっきと一緒だね。で、と、でもね、ここちょっと見てみると、これ、つながって見えるんだよね。ここは、人、1、2、3とも取れるように書いてもらうといい。なので、もうとじゃなくて、これが一つの文字として。はい、一画目です。はい、二画目、三画目っていうふうな形で書いてもらうと、より行書の続きというものを表現できる。挑戦してみて。はい、またのができた。さっきののよりも、ここトップの位置がわかりやすいんじゃない？この辺。で、強弱もね、ここまで来ました。こっからちょっとこう、跳ねるような形で、だんだん細く。で、ここにトンとして、運筆していったら、こっから、ここ力が入ってるように見えない？で、力をこう、ここまで力入れてって、最後にスッと抜いていく。脳は、これ、一回、ここに、ペン先を置いたら、ここまで、離さないから、一本の線とも言えるわけじゃない。長い一本の線だよね。これをさ、こっからここまでを、ぐーっと広げると、一本の線、長いよね。その一本の線を書くのに、強弱を使って、表現していくと、より、形のいいのが書けるよね。お手本の線を見て、どこに力が入っているか、どこが抜いてあるかっていうのを見極めるといいよね。参考手本などは、ほぼここ、線が切れてるよね。切ってあるんじゃなくて、力を抜いたら、そこに線が切れてるように見えてるだけのことなので、線の強弱を見るのにはとてもいいかもしれない。ちょっと参考手本をお持ちの方はそこ見てみて。で、これだ。これは、この辺と作りのこの部分、しっかりと開けないと、すっきりと書けないね。あ、結構開いてるよね。で、この部分も結構開いてるんだよ。これって、この空間も使って、縦の高さを表現してる。つまり、ここ書きました。これとそうか。ここの隣に書けばいい。ちょっと余分な線書いちゃったけど、ここの同じ高さに線書くでしょ？で、こういう風に書いたら、同じ高さの辺が書けるんだけれども、ここ狭く書いちゃうと、ここぐっと長く書かなきゃいけないじゃん。そうするとちょっとノッポだよね、この縦の線が。なので、同じ高さの文字というか、辺を書くんだけれども、空間を上手に使って、この線っていうものの長さがきれいに整うような長さになってる。空間を使うことで、ちょうどこの線が、長さがちょうど良くなるかっていう形が。で、結構ここ線が混むので、ここね、開けてあげると風通しよく書けるよね。それと、横に来ました。ここね、まっすぐ行って急に急カーブをすることで、
これがこう斜めに書くっていう表現もあるけれども、直線的に行くことで、すっきりとした形になってるよね。で、横にこう展開していくと。これは口、ここ長めにして横を上にすることで形がよく決まるよね。で、ここもそう、へんとつくりのこの部分結構広がってる。でも、ここを広げることで、この草冠というか上の線よりも、この部分をしっかり伸ばすことができる。これを、こう、長くしてしまうと、せっかく下を長く書いても、長いですよっていうことを強調することができないんでしょ。横の線がちょっと短めに表現してあることで、下の線っていうものの長さをちゃんとキープできる。長く見せることができるか。なので、上の線が細いっていうのは、短いっていうのは、この空間を作るということで成り立っているので、空間を空けてください。で、この中心をしっかり見極めて、これ、始まりを決めるというね。で、スーッとこれ、下に引くことで、次への展開もできるかな。で、様だ。これね、行書で書いてるからわかるんだけれども、楷書で書いてるとき、様っていうのを筆順、そう、間違えてるっていうか、そういう字もあるとはあるんだけど、今こう書いて、上からストンとこう、形で書くのが標準形だよね。なので、1、2、3、4、横書いてから縦を書いてもらう。で、行書の場合も、こう書いて、横、横、横書いて、上から続けていくと。それで、ここのところ、こう線をこう、勢いを飛ばすところというか、勢いを集めるところは、下が長くて、上をちょっと狭くするところ、この部分に集めてもらうと、下が長くなって、重心がぐっと上がって、形よい様っていうのが書けるから、その辺ちょっと注意するといいかな。という感じ。あ、まだあったか。で、こう。いや、これは、上の線より、あ、ちょっと待って、これ、間違えちゃった。開けるとこ。これ、横の線よりも、この下の部分を広くするように書いてもらうといいよね。で、これも、ちょっと曲線っぽく、直線なんだけど、ちょっと丸く書きながら、ここぐっとしっかり入ってくると、曲線を強調することができて、柔らかく書ける。で、口の場所も上を狭く、ちょっとこの辺書くと、線を、補助線書くと、広がるように。まあ、だから口をちょっと上に持っていくという形だよね。で、点のこの空間もしっかり開けることで、高さもキープすることができる。それから、のというのね。のさ、お手本がなければさ、ここのと、あ、ごめん、揺れちゃった。ここのところってみんな揃えてるかな？これがちょっと下がってる人が結構あるんだけど、この高さ揃える方がかっこよく決まると思うよ。それからこの田んぼの田っていうか、この部分って結構大きいんだよね。で、こう書きました。そしたら、ここと同じ長さだけ、ここはちょっと外すけど、ここを書くことによって、ここと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 同じ広さで書けて形が整うので、この縦の線の長さっていうものはよく考えて引くといいと思います。で、間を書いて、ここの場所とここの横の線も結構同じぐらいの高さになる。ちょっと多少上下すると思うけど、
だいたい同じぐらいにすると、ここを長く書けるので参考にしてください。で、これもここのとこちょっとずらすような感じで運筆していって、ここを広く表現する。で、しっかりと広げることで、こっちをぐっと斜め、右側まで書くことで台形の形が保たれて、どっしりとした形になるかな。それからこの雪という字も、この空間をしっかり開ける。このね、斜めも立ちすぎも形が整わないし、横っていうのも整わないよね。あら、ごめん。だからお手本からこの斜めのこの角度をね、よく見てもらいたいなと思う。それからここに勢いを飛ばして、しっかりキープする。グッと。それをキャッチしながら。で、ちょっと斜め。で、持ってって、ちょっと横にね、展開するように最初書いて、で、斜め横というふうに書いていくといいよね。もちろん、上の方が狭く、下の方が広くなる台形の形で書くといいよね。で、作という字。これね、ちょっとわかりづらいかな。ここのところの出るところっていうのは、まあ、楷書で書くと、こうだよね。ちょっとやりすぎた。こっち長く、こっち短くっていう形になっているので、少し、右、左寄りに縦を配置して、この横の線を書く場所をキープしてあげるといいよね。はい、ごんべん。ごんべんは、ここんとこ続けて。でもね、ここの位置よりも、ここがやっぱり三随偏と一緒で、ちょっとだけ左に行くようにすると、どっしり全体の形が整いやすいかな。で、この司という字みたいに、こういう形は、ここのとこ広めに、全体、ここの真ん中に配置するよりも、この位置と口は左側に持っていってあげると、形よく書けるよ。参考手本なんて、こう書いてあったら、ちょっとここ狭くなっちゃった。ここをなんか中心に、こんな風に書いてない？参考手本。ね。そこまで、まあ、そこまでやっても参考手本バランスよく見えるよね。なので、ここ広く書いてもらうといいかな。ということかな。まだ早かったか。まあ、よく